マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはダイエット中だからおやつめちゃくちゃ我慢してるってことないですか？で、結局ね、我慢しすぎてしまうと、まあ、過去の私もそうだったんですが、結局食べるっていうね、この繰り返しなんてことないでしょうか？そこで今回の動画ではダイエット中におすすめのおやつがわかるんです。もしあなたがね、美味しくおやつを食べながら健康で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ダイエットにおすすめのおやつ3選お伝えします。動画のお話流れはこちらです。1つ目、なぜこのおやつで痩せることができるのでしょうか。そう、痩せるポイントと2つ目、ダイエットにおすすめのおやつ3選詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこのおやつで痩せることができるのでしょうか。その痩せるポイント2つあります。1つ目、あなたの腸内環境を整えてくれる材料でできているからなんですね。これとっても大事。もうとにかく健康的で綺麗に痩せたい、リバウンドなしがいいということであれば、もう何を置いてもまず先にすること、これはね、あなたの腸内環境を整えてあげることになります。もう過去の私もそうだったんですけれども、もういくらね、いろいろ食事量を減らしたとしても、運動頑張ってフィットネスにいたとしてもね、もう必ず待っているのはリバウンドなんですね。なぜかというと、根本的な痩せ体質生まれ変わってないからなんです。もちろん運動も大事ですし、食事量を減らせば痩せますけれども、ただそれが続きますかっていうところが問題ですよね。そうした時にあなたの腸内環境がちゃんと整っていれば、根本的に痩せ体質になりますから、そういった努力もですね、すぐ報われますよってことですよね。その時にどうしたら良いのか、やっぱり腸内に住み着いている痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類を増やしてあげること、そしてその菌たちが大好きな大好物を食べてあげて餌を与えてあげること、そしてね、いつまでもあなたの腸内で痩せ菌たちが優位な状態を作ってあげること、これすごく大事なんですよ。なので、まずはどうせおやつを食べるなら太る材料ではなくって、こういった腸内環境が喜ぶような善玉菌たちが大好きな餌が材料になっているものを選んであげればいいわけです。では2つ目のポイントはこちら、無添加のおやつです。これすっごくすっごく大事。もちろんご自身が食べるおやつもそう、ご家族のために買うおやつもそう、もう絶対無添加選んでくださいね。そうすることで、まあ、そもそも健康になりますし、やっぱりですね、腸内環境を整えるためには添加物入れちゃダメなんですよ。もう例えて言うなら、もう添加物たっぷりのものばっかり食べていると、もう内臓の仕事量がめちゃくちゃ増えるんですよね。はい、あれもやってこれもやってって、後から後から仕事量増えたら嫌じゃないですか。もういい加減にしてって、もうこの仕事やめたってなりませんか。そんな状態を腸に作ってはいけませんよってことなんですよね。うん、いいよいいよって、もう今日はこの仕事ないから帰っていいよって言われたらいかがですか。やったーってなりません。そういった状態やっぱりね、作ってあげましょうよってことなんですよね。そのためには簡単なこと、添加物は食べない、もうそもそも買わないです。ただしですね、私がなぜこの YouTube 動画でおやつを紹介してるかというと、皆さんご存知ない間に添加物いっぱい食べちゃってるからなんですね。よくこれが痩せるよとか、カロリーが低いよとか、糖質が低いよって紹介されてるおやつ、そこだけフォーカスすればそうかもしれませんけれども、よく見てください。特にコンビニのおやつとか、添加物めちゃくちゃ入っています。そんなものをですね、カロリーが低いからとか糖質が低いから食べてみてくださいよ。どうなると思いますか。もう絶対太るに決まってる。もう絶対良くない。なので、そういったもの騙されちゃダメです。しっかりとあなたは賢くなる必要があるんです。そのためにはね、やっぱり添加物がゼロのおやつを食べましょうです。たまにはね、おやつだって食べたいじゃないですか。もうすごくわかる。そうした時に私の動画のおやつを選んでください。もう全部無添加ですから。なのでね、今後からご紹介するトップ3ということで3つお伝えしますけれども、安心して召し上がっていただきたいなって思います。ではここから、先ほどお伝えした添加物ダメよって聞いた、じゃあ具体的にどんな添加物気をつけていいのって思いませんか。そこで今から詳しくその種類ね、お伝えしていきたいと思います。これが載ってたら、あ、ダメダメって、
これ良くなかったなって思い出してください。このおやつを買うとき、食品買うときは以上のお話を、まあ、考慮していただきたいと思います。今からお伝えしますね。まずはですね、よくスナック菓子、ポテチとかおせんべいとかあられとか、そういったこうしょっぱい系によく入っているのがこれ、調味料かっこアミノ酸等と書いてあるグルタミン酸ナトリウム、まあ、要はこれね、化学調味料なんですよ。これが入っていないものを選んでください。そして今度は甘いものね、チョコレートとかキャンディとかよくありませんか？カロリーゼロとか糖質カットとかいいよって書いてあるものは白砂糖よりも良くないです。うん、だったら砂糖をね、適量召し上がった方がまだいいと思います。なぜかというと人工甘味料ってすごいんですよ。もうそもそもあの世の中にこう存在しないね、自然界ではありえないものなんですよね。もう白砂糖のもう何百倍って甘さがあるわけです。なのにカロリーがないっていうのはおかしいんですよね。そもそもでそういったものを食べてしまうと脳が麻痺してしまう。あれって甘い割には全然カロリー取れてないよねって、こりゃいかんと、もっとカロリーちゃんと取らなくちゃこの人危険だって勘違いしちゃうんですよ。なのであなたは例えばこういった人工甘味料ね、甘さが砂糖数百倍もあるものなのにカロリーがないものっていうのは脳が混乱しちゃって、さっき食べたばっかりなのにまた甘いもの欲しくなっちゃうんですよ。もうエンドレスです。なので人工甘味料が入ったおやつはもう完全カットしていきましょう。では具体的に添加物ですね、この名前が入っているものは特に注意ということで、注意トップ5ご準備しています。1つ目サッカリン、2つ目スクラロース、3つ目アセスルファムカリウム、アセスルファム K って書いてある可能性もあります。そしてアスパルテーム、ネオテーム、まあ、こういった要はね、こうカタカナでツラツラとかよくわからんみたいなものはもう天然のものじゃありませんから注意していきましょうね。ではここから2つ目の項目です。ダイエット中におすすめのおやつトップ3ということで、今回はイオンの系列のスーパーマックスバリューさんで選んできました。でこちらのですねおやつ取り組み素晴らしくって、ナクス109って書いてあるロゴがついてるおやつなんですね。でナクス109って何かっていうと、その先ほどの添加物の109種類を入れないおやつ作ろうねっていうコンセプトのもと作ってくださったおやつなんですよ。でこれあの赤字で書いてあるのがその添加物のその数種類です。調味料だったら23種類とかね、さ核酸のものだったら6種類とかいろいろあるわけです。これが全部でその109、こういったのが全部ね入ってないですよとおやつ選んできましたから、ぜひね安心して召し上がっていただきたいなと思います。ではダイエット中におすすめの痩せるおやつトップ3ということで、第3位はこちらです。はい、トップバリューのグリーンアイシリーズです。ナクス109の揚げ餅の塩味になります。でこう黒帯で書いてあります調味料かっこアミノ酸とか核酸ですねを使用していませんということで、口どけの良いサクッとした食感と国産のもち米の風味を引き立てる塩味ですということです。で1袋あたりがですね 38g 入っていて、エネルギーが 210kcal、 タンパク質も取れちゃいます 2.1g、 そして食物繊維が 0.3g ですね。で脂質と糖質はそれぞれ脂質が 12.4g、 糖質が 22.3g ということです。で裏の原材料を見ていただきますとこちらですね、全く先ほどの添加物は入っていませんよということになります。ではちょっと開けて味見してみたいと思います。あのよくですねおかき好きですっていう方いらっしゃいますよね。私甘いものよりもこういったおかきが好きなんですよねっていう方は、よくよく聞いてみるとこの歯ごたえがねストレス発散になっていいっておっしゃってたんですよね。なのでこれももしねストレスがある方が食べてしまうと、多分ストレス発散でボリボリボリって全部食べちゃうと思うので、あのぜひですねやっぱりこれは3回ぐらいに分けて召し上がってくださいね。カロリーがやっぱりね、まあ、なんといってももち米ですから高めなので気をつけましょう。では早速いただきます。塩味が絶妙、うん、全然塩辛くないですし、もうほんとシンプルで美味しい。食べ過ぎには注意しましょうね。ではおすすめのおやつ第2位はこちらです。
薄切りの芋けんぴのごまになります。こちら1袋あたりが 70g です。エネルギーが 351kcal、 タンパク質も取れます 1.3g、 そして脂質が 17.8g、 糖質 45.2g、 食物繊維が豊富で 2.6g 取れます。で、裏の原材料を見ましても無添加のおやつということになっています。で、こちらですね、さつまいもと黒ごまがまあ材料の主な部分になるんですよね。で、さつまいもってやっぱりね、お腹すっきりデトックス、食物繊維が豊富ですし、また脂肪の蓄積とかね、食欲も抑えてくれる効果もあるんですね。そして黒ごまも素晴らしいんですよ。脂肪の蓄積を抑えてくれたり、血糖値の急上昇を抑えてくれたりね、あと脂肪燃焼効果もありますし、ごまにもね、食物繊維たっぷり含まれています。ということで、もうこれはね、お腹すっきりデトックスのおやつということになります。ではこちらも早速開けて食べてみたいと思います。で、これもね、わかる、美味しいので止まらないんですよね。やめられない、止まらないになっちゃうから、やっぱりこれもですね、やっぱり揚げ菓子ですので食べ過ぎには注意ですよね。これもね、やっぱり2、3回に分けて召し上がっていただきたいと思います。ではいただきます。薄切りなので全然硬くなくって、こうサクサクって感じですね。美味しいです。ぜひね、材料が腸活の材料ですから、量を守りながら美味しく食べてみてください。ではおすすめのおやつ第1位はこちらです。はい、もち麦入りのおこげせんべいになります。ナックス109のマークもついています。で、調味料アミノ酸を使用していませんということで、お釜でふっくら炊いた国産米にもち麦を加えた生地で作ったおせんべいになります。で、こちらね、1袋あたりが 40g です。エネルギー 184kcal、 タンパク質が豊富 2.5g、 脂質が 6.7g、 糖質 28.0g、 食物繊維が 0.6g 入っています。で、こちらの裏の原材料を見ても一切添加物は入っていない商品になります。でね、このもち麦がポイントなんですよ。もち麦、もう腸内環境めちゃくちゃ整えてくれるものになります。そしてね、2種類の食物繊維が同時に取れちゃう優れものになるんですね。また血糖値の急上昇やコレステロールもね、抑えてくれたり整えてくれたり、便秘改善にももち麦ってすごくね、効果が高いものになりますから、おやつでも取れたらいいと思いませんか。では早速こちらもいただきたいと思います。これもね、先ほど第3位のおかきと一緒でね、こういうのってこう食べ出すと止まらないっていうね、まあ、よくわかりますけど、これもね、食べ過ぎには注意。1個がこれぐらいの大きさですね。ちょっとすぐにお話ししたいからちっちゃくします。私よく噛まないとね、飲み込めないんですね。ちょっと時間かかっちゃうからこれぐらいにしますね。これなんかの、なんでこんなうまみがと思ったら、これ昆布だしが入ってるんですよ。おいしい。お味噌も入ってるし、もうなんていうのか、こう日本人の大好きな味。めちゃくちゃおすすめ。ただしね、食べ過ぎには注意してくださいね。ではここから最後に、さらに痩せるおやつの食べ方注意点お伝えして終わっていきます。どんなにね、美味しいおやつでも、まあ、完食してしまってはね、やっぱり太りやすくなっちゃうんですよね。だからポイントは、もう食事のお時間と一緒に、もうおかずなんだぐらいのね、感覚で一緒に食べちゃう、例えば先ほどおせんべいをね、お皿によそって、これはおかずなんだと、おかずの一品だと思って食べると、他のお食事のね、その量も少し調整できるかもしれませんし、工夫ができるわけですよね。なので、食事と食事に間に食べるおやつではなく、食事と一緒に取っちゃう、ここすごく大事。完食するとその分ですね、食べるたんびにデブホルモンが出ます。なので、そんなに量食べてないのに太ってるという方は、もうちょこ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 常にダラ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 と食べてる方っていうのは太ります。ですから、おやつも上手に食べましょう。食べてもいいです。ただし、ちょこちょこ食べない、食べる、食べないをオンオフ切り替えていきましょうね。2つ目、飲み物と一緒に食べましょうです。これもね、まあ、どうしてもつまむ時ってありますよね。
で、このおやつばっかりつまむとやっぱり食べ過ぎちゃうわけです。そこでしっかりさゆとかリンゴ酢とか、私がこの動画でお伝えしている痩せる飲み物とかね、痩せるお茶とかありますか、そういったものをセットで召し上がってもらうと少量で済むっていうことになります。で、また3つ目、お皿に移して量を把握。これ大事ですよね。こうついついこうなんかスマホ見ながらとかね、ながらで食べちゃうと、うわって、例えばこれもあっという間に一袋食べちゃったとかね、なるんですよ。そうなのでね、もう袋ごと食べない、もう必ずお食事の時にお皿に移してね、今日はこれだけって決めて食べると上手におやつと付き合えると思いませんか。さあ、この動画のお話以上になります。まとめポイントは、ダイエット中だっておやつ食べたいですよね。そうした時に注意点は、腸内環境を整える材料でできているかどうか、そして無添加かどうか、ここを見極めて適量食べていきましょうということでした。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもたくさんいただけますと、もとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。